はい、こちら、単調のドイツ賞は、3歳57センチです。お願いします。はい、どちらが正しいか分かりませんが、単調ドイツ賞はなのか、ドイツ単調賞はなのか。僕はいつもドイツ単調、そうですね、そっちの言い方は。語呂合わせはそっちの方がいいんですけど、単調は単調の、単調になりますね。単調のブレになります、はい、しかしですね、こちら、ドイツの単調賞は本当に少ないと思います。価値、まず価値があると思います。こちらおすごいなんですけども、ずっと1区まではメスかななんてことも思っておりました。ほぼほとんど黄ばみもなくですね、どちらかというとメスのようなしっかりとしたボリュームの体験をしております。頭の端から尾の先まで、このオスって頭が尖るイメージがあるんですけど、全くなくてですね、あの尾ずつも太いタイプですので、しっかりボリュームが出ております。またタンがまん丸で、もう単調として抜群にいいんじゃないですかね。この色もしっかり上がりですね、ムラっ気もないということです。この鯉の一番の魅力はこの墨の模様、クモン竜のようにしっかり墨が出ておりますけども、しっかりその墨が決まっているところも評価してあげてほしいと思います。はい、お腹の方から流れるような墨がついてきております。これもいいんじゃないでしょうか。価値的には非常にいいものがありまして、はい、お腹です。はい、レアなドイツ単調賞はいかがでしょうか。もう単調の部として十分通用すると思いますよ。はい、ある、そうですね、いいターンしてますね、はい、なかなかこれだけ綺麗なターンの人は少ないと思います。そしてもしかしたらドイツ単調の昭和を出すのは初めてかもしれないですね。うん、そうですね、本当にいないんで価値はありますよ。いかがでしょうか。レアフィニッシュなドイツ単調昭和、サイズの方は57センチです。ぜひよろしくお願いいたします。